高野切れ、古今和歌集の直線より、約百五十年後の十一世紀中期に書写されたもので、当初は二十巻からなっていた。現存するのは、その一部である。漁師は、上質の魔師で、表面に、キラスナゴを散らしたものを用いている。魔師は、経典の書舎に多く用いられ、和歌集の漁師として用いた例は少ない。高野切れなどの、切れとは、美術史、書道史。 茶道などの用語で元来巻物や冊子本であった和歌集、監視集などの写本を鑑賞用とするため切断し、掛け軸に仕立てたり、デカと称するアルバムに貼り込んだりしたものを指す。こうした鑑賞形式は室町時代以降、茶道の流星と共に盛んになった。こうして切断された紙編のことを弾刊と称するが、高野切れ。 本古今和歌集のうち、牧急の関東の17行分の段冠は、豊臣秀吉が所持していた。この段冠は後に、菊用語に可視され、高野山に伝来したため、高野儀での名が生じた。この牧急関東の段冠は現存し、大阪の雪美術館が所蔵する。古今和歌集は、和歌の基範として、平安時代の危険には必須の教養とされ、尊重されてきた。 そのため写本も多く、平安時代に遡る写本だけで、約六十種に上ると言われているが、その中でも最古の写本であり、書道の手本としても尊重されているのが、高野切れ本である。高野切れの筆者は、古来期八百882から946と伝承されてきたが、実際は、貫之の時代より一世紀ほど後の十一世紀、中期の書者である。 近代における筆跡研究の進展により、高野切れの筆跡は三種に分かれることが明らかにされており、便宜上、第一種、第二種、第三種と称されている。全二十巻を三人で分担書写した、いわゆる、寄り合い書きである。小松茂美は、第一種の筆者が、剣一、九、十、十一、十二、二十。第二種の筆者が牧に、三、四五、六、 七、八、第三種の筆者が巻十三十四、十五、十六、十七、十八、十九、を担当し、第一種は、あるいは、マナジナジョも合わせて担当したのではないかと推定している。二社、日本名跡総監、高野切れ、第一種解説による。高野切れ本の現存する巻は、剣一、二三、五、八、九、十八、十九。 二重で、残りの巻は失われたものと思われる。このうち、巻後、5、個人像、巻八、山口、毛利博物館像、巻二重、高知県像の三巻のみが巻物として乾存し、三巻とも、国宝、県一、二三、九、十八、十九は、団巻として各所に分層されている。の部分のは、東京、後藤美術館。 牧九の冒頭部分の段階は、大阪、雪美術館の所蔵である。第一種の筆者は現存する牧のうち、健一、九、二十を担当している。古今集の冒頭の牧一と最後の牧二十を担当していることから、三人の筆者の中で最も地位の高い人物と推定される。筆者については、藤原光勢の子の藤原雪常。 1012から1050とする説が有力だが、確証はない。第一種の書風は、今日に至るまで金書道の手本として、尊重されている。書風は、修霊音画で、字型は字機筆を、主として、癖がなく、連綿、数文字を続けて書くことは控えめである。現存が公にされているのは、五島美術館の巻一段館、歌番号一から三。 三井記念美術館の巻一段館、歌番号六から八、炎山記念館の巻一段館、歌番号九から十、0時は山文庫の巻一段館、歌番号十九から二十一、公設美術館の巻一段館、歌番号二十八から三十二、三立服ッ美術館の巻一段館、歌番号四十一から44、井出光美術館の巻一段館、歌番号四十六から四十九。 諸芸文化院、春慶記念書道文庫の巻一団刊、歌番号五十五、石橋美術館の巻一団刊、歌番号六十二から六十六、雪美術館の巻九団刊、歌番号四百六、文化庁保管の手鏡、仮金書集の巻九団刊、歌番号四百十二、MOA 美術館の手鏡、看木城書集の巻九団刊、歌番号四百十七、諸芸文化院、 春慶記念書道文庫の巻九段巻、歌番号四百十八と佐山内科法持資料館の巻二十巻本、歌番号千六十九から千百で、他に個人所蔵のものを含めれば、約二十点の段巻がある。第一種と同筆、または同系統の筆跡としては、大技和,和漢老英集切れ、書家文蔵、新装飛章、藤田美術館蔵、若体10種、 東京国立博物館像、河川歌合わせ、泉市久保記念美術館像などがある。2> 第二種の筆者は現存する巻のうち、巻に、三、五、八を担当している。小松茂美は、第二種の筆者を、源の金行、1023から1074頃、活動と推定した。九条家本、演技式の支配文書中の健康の筆跡との一致など、 様々な観点から、健康を筆者とする説はほぼ定説化している。高野切れの三種の筆跡の中では最も個性が強く、側筆を多用した右肩上がりで、肉太の字型に特色がある。第二種と同筆、または同系統の筆跡としては、平等院法王堂壁画色紙形、桂本万葉集、魚物、雲四本和官狼英集、三路丸なお倉肝蔵。 石と本は感動英習切れ、書家文像などがある。第三種の筆者は現存する牧のうち、牧十八、十九を担当している。筆者については、藤原君つね、マイナス千九十九とする説もあるが、なお未章である。書風は穏やかで、高野切れの三種の筆跡の中では、最も現代風であると評されている。第三種と同筆、または同系統の筆跡としては、 月帳本和漢老英集、三路丸名お倉勘造、玄略広本万葉集、県一、東京国立博物館造、飯尾切れ、和漢老英集の団勘、書家文像、この絵本和漢老英集、陽明文庫像、宝来切れ、未消化集の団勘、書家文像、法輪寺切れ、和漢老英集社本の団勘、書家文像などがある。1993年から、 筑波大学大学院の森岡隆教授の主導のもとで、団官の臨床及び写本などからの推定により、高野切れを成立当初の姿に復元する作業が始まった。この復元は、芸術学系、諸コースの学生、卒業生、修了生系19名により、18年後の2011年になって、全館、漢本の巻8、20のみ副社で、 江戸時代に手が加わっていた巻後は当初の姿に復元監視、同年2月に同大学で一般公開された。巻紙の全長は約100メートルに達した。以下の3冊は残されていた漢本及び断漢を直接撮影したものである。二元社から1993年に刊行された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。